にちは。第8回いつも何度でもです。今日のところは この部分をやりたいと思います。ではまず右手ですが、ドとラを同時です。前回の最後がレとラ、ここで終わっていたのでほぼ同じでドとラですね。親指と薬指で、楽譜上ではドを伸ばしたまま、シのフラット小指、ラ薬指、ソ中指、ファ人差し指、ミ親指、そうすると伸ばせませんけど、で難しい場合は伸ばさなくてもペダルがあるから大丈夫です。次レ人差し指、次レミファソ人差し指から始めて小指までド親指、ファ中指、ドとソを同時で親指と薬指、ラ小指、レとソを同時で親指と薬指、ソ小指、シのフラットとソを同時で親指と小指、ファ薬指、ラとファを同時で親指と薬指または小指、次ドを親指、ファ中指、ラ小指、ファ中指、ここまでです。ではもう一度右手ドとラを同時、シのフラットラソファミ、レを2回、ミファソドファ、ドとソを同時、ラレとソを同時、ソシのフラットとソを同時、ファラとファを同時、ドファラファ。では左手ですが、ここのラから始まります。前回このファで終わっていたので1オクターブ下、さらにこういう感じでほとんど2オクターブ下まで下がりますね。このラを小指、ミ人差し指、ラ親指、そしてこのミ、前回7回目で言ったように2か3か4か5、やりやすい指でやってみてください。ド親指、次シのフラット小指、ファ人差し指、シのフラット親指、次ファ2か3か4か5、レ親指、次ラ小指、ファ人差し指、ラ親指、ド人差し指、ファ親指、次シのフラットとレとファ3つの音同時です。薬指人差し指親指、シのフラット小指、ドとシのフラット同時、小指と親指、次ファ小指、ド人差し指、ファ親指、ラ人差し指、ド親指、ここまでです。ではもう一度左手ラミラミド、シのフラットファ、シのフラットファレ、ラファドラファ、シのフラットレファを同時です。シのフラットドとシのフラット同時です。ファドファラド。では両手ですが同時です。ラとドとラを同時、次も同時でミとシのフラット、ラとラを同時です。ミとソを同時、ドとファを同時、右手だけがミ、次シのフラットとレを同時、左手だけがファ、次シのフラットとレを同時、次ファとミを同時、
次レとファを同時、右手だけがソ、ラとドを同時です。左手だけがファ、ラとファを同時です。左手だけがド、次ファとドとソを同時です。右手だけがラ、次5つの音同時でシのフラット、レファレソ、この5つの音同時です。左手だけがシのフラット、右手だけがソ、次4つの音同時でドとシのフラット、シのフラットとソ、右手だけがファ、次3つの音同時でファとラとファです。左手だけがド、次同時でファとド、次ラとファを同時です。次ドとラを同時です。右手だけがファ、ここまでですね。ほとんど同時ですね。もう一度、同時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 、右手だけがミ、同時、左手だけがファ、同時同時同時、右手だけがソ、同時、左手だけがファ、同時、左手だけがド、次3つの音同時、右手だけがラ、次5つの音同時で、左手だけがシのフラット、右手だけがソ、次4つの音同時で、右手だけがファ、同時、左手だけ、同時、同時、同時、右手だけがファ。というところですね。もう一度。というところです。では少し前からやってみます。第7回。そして今日のところです。次回は次回はここもを入れていきます。ではこれで第8回終わります。ご視聴いただきましてありがとうございました。